シルビアランス・ハーパーは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州カンタベリー出身の女子テニス選手。全豪選手権で女子部門の黎明期に活躍し、女子シングルス1勝、女子ダブルス3勝、混合ダブルス1勝を挙げた選手である。彼女は、第一回大会の1922年から出場し、1931年まで10年間の活動記録を残している。 シルビアランスといい、1925年に結婚して、ハーパーの生を併用した。現在は、全豪オープンとして知られるテニス大会は、1905年に第1回大会が始まったが、最初期の全豪選手権は、男子シングルス、男子ダブルスの2部門のみであった。女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの三部門は、それから17年後の1922年に、 1> 第1回の競技が行われた。シルビア・ランスは1922年の第1回女子競技から参加し始めた選手の一人である。最初の大会では女子シングルス準決勝でエスナボイドに敗れた。第2回大会の1923年、ランスは女子ダブルス、混合ダブルスの2部門で優勝し、女子ダブルスはボイド、混合ダブルスはホーレスライスとペアを組んで、 初優勝を決めた。1924年の女子シングルス決勝で、ランスはボイドを6から3、3から6、6から4で破り、こうして、全豪選手権の第3回女子シングルス優勝者になった。1924年と1925年は、女子ダブルスで、ダフニアクハーストとペアを組み、ボイドと組んだ1923年から数えて、女子ダブルス3連覇を達成した。 1925年に結婚して、シルビア・ランス・ハーパーの名前になった後は、彼女は女子シングルス、女子ダブルスとも準優勝止まりが続いた。1927年の女子シングルス決勝では、第1回大会から5年連続準優勝の苦敗を舐めていたエスナ・ボイドに敗れ、3年後の1930年には、ダフニアクハーストに敗れている。1931年に、 コラルバッツワーストの女子シングルス準決勝を例から6、6から4で途中棄権した試合がランスハーパーの現役最後の試合となった。ありがとうございます。